皆さんこんにちは、棋士の戸辺誠です。今回の将棋ウォーズ対局はご機嫌中飛車対なんと超級戦になりました。怖い。それでは今日も攻める一手、お前が後手だ。対局開始、お願いします。はい、ということで、後手番になりましたね。後手番で振り飛車を目指していきたいと思います。はい、そう、あ、飛車ですね。うん、ではですね、ご機嫌中飛車目指していきましょうか。後手番で、中飛車目指していきたいと思います。飛車先ついてきましたね。真ん中ついて、飛車回っていきます。5筋をついて、まあ、ちょっとこう怖いんですけれども、まあ、角を打ち込む隙は大丈夫です。で、すぐ回って、ここをケアしておきます。はい、近藤先生ですね。お、5八金、右。お、これちょっと、超級戦ですね。はい、超級戦やってみましょうか。これめったにないんですけどね。ちょっとまあ、5号ついてみましょうか。これね、面白いことになるかもしれませんね。うわー、来た。すごいね。研究かもしれない。お、不動飛車。これはね、長級戦っていう形で、まあ、つまりこの2筋、8筋ですね、歩の交換をしてくるっていうのが、結構勇者なんですよ。で、その時に、こう、金を上がっといて、ここをこう、なんていうんですかね、バランスよくっていうか、最低限でしっかり上部を守っていると。で、8六同歩同飛車。5筋いらっしゃいということですね。私はあんまり公式戦では長級戦やらないので、結構まあ7八金と上がって収めるっていう将棋を結構指してますね。本でもまあそういう手を結構紹介してるんですけど、やってみましょうかね。ちょっと大乱戦ね、たまにはいいかな。ちょっとやってみましょうかね、チャレンジね。ちょっとこうどうかな、大乱戦はね、あんまりこうね、級位者のパラとかだとと思うかもしれないんですけど、まあちょっとやってみましょう。せっかくなんでね、なかなかない機会ですからね。5筋ついて取って、で、交換して、まあこれ定石ですね。交換して、いや、俺もちょっと定石、どこまで覚えてるかな、不安なんだけどな。で、角を打つと。これ部分的な、お、中級戦、今ここで出るんですね。これで角ダブル、飛車取りと銀取り。で、もう突っ込んできて。もうね、その名の通りね、大乱戦ですよね。もう、なんていうか、超スピードで大乱戦になるから長級戦と。で、この桂打ちは結構油断にならなくて、適当な受けだと、ここに角打たれる手が痛いんですよ。ここに角を打たれて、桂馬をすっ飛ばれると、王手馬取りで馬を取られてしまうという手なんで、5五桂には、4八玉と上がると。これが定石になってますね。さあ、次の手、竜か。これなんだっけな。ちょっと待てよ。これは、結構私も大事なところなんだけど、忘れちゃったな。桂馬を取るか、香車を取るか、玉寄るかみたいなところなんですよね。王様寄って、深く行くか、強者を取るか桂馬を取るかってところで、確か強者を取るだったような気がするんだけど、ちょっとうろ覚えですね。強者を取って、あ、強者打ってとかいう定石だったかな。で、銀打ってみたいだね。いや、懐かしいっすね。ちょっと懐かしんでる間に時間が過ぎていく。まあ、玉よりも結構有力だと思うんですよね。ちょっと、まあ、乱戦ながらも、これ乱戦嫌なんで、王様ちょっと安全目に行ってみましょうか。よってね。いや、ちょっとこれ、いきなりやられるとほんとわかんないね。これで角とか打ってくる可能性あるもんね。まあ、これでね、香車とか打ってくれば、こう足してきますよね。そうすると、こう銀を打って受けようってことですね。この5六銀と打つのが、形になりますので、はい。すごい手が来た場合は、突然私無言になるかもしれません。あ、竜引いてきた。これは穏やかにも見えるけど、狙いは、これはね、ここをやってますね。つまり、桂馬なって、取って、竜回ろうとしてますね。だから、銀上がりが普通かな。銀上がって、桂なって、飛車走ってとかでやれれば、一番いい気もするけど、いや、もう忘れましたね、これね。完全に忘れてるね。銀上がりで大丈夫かな。銀上がって、桂馬がなって、あるいは、よく寄っちゃって、桂馬を鳴らせて走ると困るのかな。銀上がるとね、桂馬なってきますね。で、取って取って受けて、どうなってるかですね。完全に忘れてるけど、まぁ、ちょっと銀上がってみましょうか。銀上がり。桂馬なってくるかな。平凡になんか銀桂交換でやってくる可能性はありますね。なって取って取って。まあ、ただ結構王様が安全なんで、
あ、香車打ってきましたか。王様が安全なんで、なんかこう受け止めちゃえば大丈夫という私の判断ですね。だからこう銀を打って、はい、これで今まあ桂成ちょっと気になったんですけど、これでこう両方受かりましたね。であとはここ取られないようにしといて、で私の方は取っておきの楽しみがあって、ここなんですよ。これをポロポロ取っていけば実は銀得になるんですね。なので最初はすごい勢いよくこうバンバン攻められちゃったんですけど、しっかりと受けておいてこの辺を、補給できれば、すごい駒得になるのでさせるという判断でやってます。でこれもちょっと油断ならないところなんですけど、ここね桂馬なってきてバーンってくるんで、ここは受けましょう。銀上がりで受けるしかないかな。金上がるか銀上がるかなんですけど、まあ銀上がりの形ですね。はい。で、ここを足しておくと。これで一応ここの銀がね、この、なんていうか山みたいな形で、うん。一応、よく見るとこう、将棋の駒みたいな形になってますね。はい。これでなんか、ここ受かってんじゃないかな。で、受かってしまえば、攻め駒がね、もう次がないので、あとは駒拾っていくだけという感じになる。ちょっとペースつかめるかなと思います。偶然受かりましたね。偶然。いやでもちょっとな、怪しかったな。まあちょっと感想戦でそのあたりはね、調べていきましょう。これはね、受かったんじゃないかな。まあこれはね、長久戦やる上で、一つ、理想の形ですね。全部受かって、で、竜突っ込んで金取りなんで、こうやって。これはもう完全に硬い形ができて、受かって。で、あとはね、あと多分、と金攻めしてくるんですよ。この辺打たらしてくるんで、それとの勝負になりますね。と金攻めが来た時に間に合わないように、こちらも、勝負していくと。と金攻め、たらしいでしょ？たらしで、こっちもまあ、この辺ですね。桂馬香車取って、での攻め合い、まあ、香取ってこの桂馬も取っちゃってここに香車を打つとかは結構厳しくなるかなと思います。はい、垂らしてくるよね、当然ね。垂らしてきた時にどっち取るかな、どっちもあるな。桂馬取って香車取るか。ただまあ一般的には遠目から取っといて近づいた方が得ですよね。だから取って取って、うん、当然ね、垂らしてくるよね。これは一番最強手です。まあ香車を取りましょう。で、歩がなってきたときに、取って取って香車を打つのが普通だよね。まあ取りましょう。取って取って、で同飛車と行きたいんだけど、それが許されるかどうかですね。同飛車と行って許されれば一番話が早いんですが、ここに銀打ってくると思うんですよ。香車で行くとここに銀打ってくるんですよね。これ結構厄介な手で、飛車が逃げると突っ込んできて一気にグワッと来ると、それがちょっと怖い気がするので、ここで少しテクニックが必要。まあ、叩いて飛車走るとかは結構筋ですね。叩いて飛車でも香車かな、やっぱここはな、香車かな。よし、香車打ちましょう。と金来るのか。と金が来て銀が逃げなきゃいけない。でも飛車走ってから銀逃げたいですね、どう見てもね、筋はね。だからやっぱここ歩か、一発叩きましょう。走って叩いて、叩きの歩。エフク出るしね。で、取って、これで飛車走れば銀が打てないと。これ銀は打てないですからね。銀打ったら取れる。だから歩打ってきたんですけど、これで飛車を横に回っておくのが形がいいんじゃないかな。と金取りと、でね、飛車をこれさばいたことによってね、銀をひょいっと上がれるんですよね。これひょいっと上がれるのが大きいんじゃないかなと私は見てます。ああ、だから追っかけてくるのか。追っかけてきましたよ。結構嫌かな。飛車を浮く。また竜で追っかけて、飛車浮くと歩で死んじゃうんですかね。飛車浮く。いやー危ないか。じゃあこっちで退散ですね。一回ね。避難しておきましょう。まあ竜が逸れてくれたんでね。あー、受けてきた。受けてきた、受けてきた。これは桂馬が打ちたい。桂馬を打って、香車打ってなのか。ちょっとこの辺を攻略しておきたい気もするけど、まあここか。こうだな。いけ。桂馬打って、あ、早いね。早い早い。諦めてるわけじゃないと思うんだけど、早いね。桂馬、桂馬が欲しいんですね、相手もね。あ、時間攻めにシフトしてきたのかな？やだね、それは。これはね、ここに歩打つのが筋だと思いますね。ここかここですね。どっちかに打つのが筋ですね。歩打って同角で香車を打って角を攻めるのが早いから。よし、筋だ。こっちだ。早い。早いのが気になるが、これも結構と金ができて嬉しい感じですね。はい。歩か、歩か、歩ね。なるほど。
飛車を寄る、取る。あ、まあ、こっち。これね、これ取られちゃうと嫌なんで寄りましょう、一回。これをね、突いてね、取ったらこれを取ろうという作戦なんですが、地味に歩を下げさせて、こう取って、少しリードしたんじゃないかな。少しリードしたんじゃないかなと思うんですが、まだまだ油断はできない。さあ、桂馬を取って、竜回ってきて、これどうなってるかですね。竜回ってきて、結構あっちをまだ硬いね。まだ硬いから結構大変かな。角を打っておきましょうか。はい、これで桂馬に紐をつけてますね。で、私の狙いとしては、と金を寄って桂馬とか香車とかそういう感じになります。と金入ってきたら、まあ、銀逃げておくと。ちょっと怖いんですけど、小駒がないから大丈夫かな。小駒っていうか、景況がないからね。景況がないから大丈夫なんじゃないかなと見てるんですが、どうでしょうか。お、いい手だ。これはいい手。取ると、両取り狙ってますね。取ると飛車ですね。これいい手ですね。鋭い。A 手。でも取りたいな。取って飛車で香車。いやー、上がる。上がると上がると大丈夫か。上がれるか。上がれる。まあ、取ると飛車打って。まあ、それで香車で切り返す手とかもあったんですけどね。ちょっとややこしいんでやめました。これで私の方はもう、と金寄って桂馬とか、香とか、それで勝負と。時間もだいぶなくなってきましたからね。それで勝負していきたいと思います。シャウってきたら、時に引く感じかな。はい。角に紐つけてね。この辺もちょっと気になりますね。筆取って叩いてみたいな。まあ、可愛い感じだなぁ。あ、飛車ね。はい。飛車は結構いい手だと思います。まあ、時に引きましょう。これで、さあ、紐をつけておいたんですが、どうなってるかですね。さあ、あっちの様がね、意外とね、寄らないですね。なんか、寄るように見えたんだけど、なんか進んでみると全然寄らない。結構頑張ってますね、あっちの形ね。竜突っ込んできたら攻め合いもちょっと気になるところだが、まだ大丈夫かな？こっちの玉がね、どれだけ持つかですね。竜突っ込んでの攻め合いあるね、これね。ここ入ってきての攻め合いはどうなっているんだろう。強者を打つ。バババババ。シャを打つ。上がる。いやー、読めないね。読み切れないね、これね。いや、結構激戦です。お、こっちか。こっちのルートはちょっと助かったんじゃないかなというふうに思うんですけど、今、竜突っ込まれても結構わかんなかったですね。このね、2枚以外は、と金がこう入れるのが結構大きいんじゃないかなと思ってですね。なんか狙ってるから大丈夫かな。はい。このと金がね、結構大きいんじゃないかなというふうに思います。金を入って、はい、ちょっと助かったかな？私の方が。いやー、しかしまだわからないね。飛び道具。桂と角持ってて、次飛車を打って銀取るって形になれば結構分かりやすくなっていくんですけど、当然これ銀かわしてきますよね。その時に私の方が急所をつけるか、香車とか打ってこの辺を地道に地道に崩していくのがいいのかな。地道にね。ただ竜をこっちに回られてちょっとね、なんか怖いんですよね。なんか見られてくるからね。竜回って桂とか狙ってこられますからね。言い上がってきたらどうしようかな。地味にこう桂馬垂らしてなったりとかするのが意外とこの時間のない将棋では有効かもしれませんね。桂馬打って成りとかで確実に、あ、これ結構いい手かもしれないな。なんかこっち側から攻めていってもどうせこう逃げられちゃうので、銀打ってきたら桂馬垂らしましょうか。桂馬垂らしてなってこう行くのが飛行を見つけたかもしれませんね。はい。で、これほら、すごい、こっちが、左側から攻められてもめっちゃ硬いですよ。で、竜とか回られても、香車持っとけば硬いですからね。あ、ありがとうございました。はい。では、感想戦やっていきたいと思います。はい。本局は、そうですね、接続切れ勝ちになってしまったんですけど、ただ局面はだいぶ私の方が、押してまして、左側からの攻めは完全に封じましたね。で、まあ、対局中もちょっと言ったんですけれども、まあ、次に、ここに飛車を打つ手が厳しいですね。飛車を打って逃げて取っていけば、厳しいですから。まあ、多分銀が逃げるぐらいなんですけど、まあ、桂馬をこう垂らしておいて、これが結構自慢の手ですね。これ次桂馬なってって、挟み撃ちするのが結構厳しいですね。で、竜とかこう追って、なんか駒打ってきたら最後香車とか香車とか打ってガードしておけば寄らないので、はい。まあそうですね、局面は私の方が、うん、はっきり。まあ間違いなければ勝ちかなというところなんで。はい、勝ちになったかなというところではあります。はい、ということで、じゃあちょっと序盤に戻ってポイントを解説していきましょう。まあ序盤というかもういきなり終盤戦突入でしたね。はい。
そうですね。だから、この7点目5八金右というのがもう、だから7点目で早くも大決戦行こうという手なんで、めちゃめちゃ強い手なんですね。なんかある程度、居飛車の方をこう研究しておかないと指しにくいかなっていうところではあるんですけど、まあこれで5五歩と突きまして、ついて取って取ってときましたね。でですね、まあ私公式戦ではほぼ、回避してますね。まあ、長級戦に挑んでったこともあるんですけど、回避することが多くて、まあこうやって上がって、3二金と上がって、で、4八銀と上がって、で、まあ2三歩と、あ、8七歩ですね。8七歩と打って、8二飛車と下がって、で、まあなんか王様をこう囲ってって、囲ってた後にこう飛車を置いて、歩をついて、なんかこう飛車をぶつけるみたいな、こういう将棋になりやすいんですけど、意外とね、これね、AI もね、そんなにね、機嫌悪くならないんですよね。なんか結構ね、一歩交換こうしてきて振って打つっていうのは、なんかその、人間的にはね、こう、金上がって、歩、角上がれるところを金上がらされてるから、結構嫌じゃんっていう人間的な感情なんですけど、意外とまあこう、飛車ぶつけまで行くと、相手もこう、歩を打たなければいけないから、結構釣り合いは取れてるっていうことで、うん。なんかね、AI 的に見てもそんなに、悪くないよっていうのが分かってきてるので、まあだから結構ね、ここで大決戦嫌だったら、まあこれお互い様なんですけどね、大決戦嫌だったら、金上がって、まあ歩を打って収めてしまうっていうような、はい。そういうやり方も、まあむしろそっちの方がおすすめかなとは思います。はい。だからこれお互いだからね、長級戦やる方も勇気いるし、こっち側もやるかやらないかっていうところで、お互いのなんかね、気合でぶつかってバチバチ始まっちゃうってことは結構あるんですけどね。はい。プロ同士だと結構ね、流行期はバチバチ始まるんですけどね。はい。まあ、でも、なんかちょっとやってみようかなと思って、はい。たまにはいいかなと思ってやってみました。いや、当然、やっぱ久しぶりにやって、普段やらないし、怖いですね。やっぱね、取って交換して、両取りかけて、で、飛車なって、もう本当に、中盤すっ飛ばして終盤戦なんで、これで、長級戦ですね。で、これ、まあ、対局者もちょっと言ったんですけど、まあ、これ桂馬で、こことここ狙ってます。で、銀を打つと、角を打って、王手されて、守った時に、桂馬ならずって飛び込まれて、これ王手、馬取りで取られちゃう。これはもう、失敗になっちゃいますね。負けになっちゃうんで、上がります。で、香車取ってきたと。で、この時ね、ちょっと私はよく覚えてなかったんで、王様寄ったんですけど、これ香車取るってが定石で、そんでもってここに香車打ってくるっていうのが、これがあれですね、隣新手って言われる形ですね。公式戦で私が1号局で、やられて、悲鳴が上がったんですけど、まあ、隣さんにやられたわけじゃないんですけどね。ただ、隣さんが、研究会とかで一番最初に指したってで、これ、確か飛ぶチャンネルでね、以前ね、隣新手ベスト3っていうのをこう紹介してますね。隣さんもこれ愛着を持ってる手で、はい。だからこのなんか銀を受けて、香車なって、で、同金みたいな。で、竜引いて香車打ってみたいなね。はい。まあ、ちょっと興味がある方はそっちの方もね、見てもらえたらなと思うんですけど、いや、当然ね、私は覚えてなくて、香車取ってどうされるかなっていうところで、まあ、香車取って香車打たれたら困るから、まあ、玉を一回寄りました。だから我ながらファインプレイだったかもしれませんね。よくわかんないけど、王様をやっぱこう、早逃げしておくっていうのは、間違いが起きないかなっていうところではありますね。で、まあ、本譜は、一番平凡な攻め方っていうんですかね、竜引いてやってきたんですけど、まあ、当然なんか角とか打たれたらわけわかんないですね。角とかは結構有力だったんじゃないかな。こう打って、ここを利かしてみたいなね。うん。まあ、これはもうプロ将棋の世界ですね。銀上がったりするのかな？銀上がってかわしたりとかして、はい。まあ、これ激戦ですね。はい。でね、なんでやりにくいかっていうとね、なんかこう、見たことない手をやられた時に時間内で対応するっていうのが大変だからってことですね。だから時間たっぷりあって、結構研究もしてればやるんですけど、もう10秒将棋とかでやったらもうね、どっちかが必ず吹っ飛んじゃいますから、あんまり将棋っぽくない。だから、やる人が少ないのかなって感じしますね。はい。で、実戦竜引いてきたのかな。これはまあまあな手だと思います。で、銀上がったんですね。これは次に桂馬がなってくるんで、つまりこうとか取ると、桂馬をこうなってきて、同玉で、王手金取りですね。これは厳しいですから、
上がったんですけど、どうすればよかったのかな、相手は。これ、桂馬なってきた方がよかったかもしれませんね。桂馬なってきて、銀桂交換を狙って、同銀、同竜とやってきた方がよかったかもしれませんね。はい。で、これはどうしたらいいかっていうと、多分ね、銀を埋めちゃうのが一番わかりやすいかなと思います。で、現在共存なんですけど、相手に比べると王様結構安全ですよね。こっち安全に来てますんで、あとこの桂香を取れれば、むしろ駒得になりますから、一回埋めて、で、こう取ってきたらもちろん同金で、これは形がめっちゃいいですよね。うん、こっちの方が王様囲ってますよね。だから、桂馬なってきて、同銀、同竜、銀埋めで、あ、ごめんなさい、飛び越えちゃった。銀埋めで。まあだから竜逃げてくるのかなと思うんですけど、どっかね、この辺かな。で、まあこれで桂馬取るなり香車取るなりして、うん、その時に相手から手があるかどうかっていうところですね。まあこうとか取っといて。うん。でもなんかこれ桂馬、香車、桂馬持ってて次香車取れるし、例えばこう香車とか打たれても、桂馬とかがっちり打っとけば、結構まあ変な形ではあるんですけど、硬いので。で、ここ取るまでのお楽しみですからね。うん。まあ、こっちも十分戦えるんじゃないかなというふうに思いますね。はい。ということで実戦はこう打ってきたんですけど、これも形ですね。桂先の銀、定石で、こことここ。結構いい形になりましたね。はい。で、こう打って、こう上がってということで、なんかあんまり見ない形なんですけど、将棋の駒みたいな形で。はい。で、この銀とこの銀とこの銀が、まあ、こことここしっかり守ってますから、これ結構ね、相手からのね、攻めがね、難しくなりましたね。で、こう入ってきて、そうか、俺ちょっと間違えたかな、上げ方。これね、こうやるのも形ですね。逆にね、ちょっとできないですけどね。逆にこう、右側の金をこうやってくっつければ、こう、歩を打ってなってきた時にと金が入れないので、まあ、こういうやり方もありましたね。はい。まあ、結局、まあ、本譜もまだちょっとあやはあったんですけど、将棋としては一回ここで、なんていうんですかな、こう、カチッと、受け止めてるので、少し私の方が、させる局面かなと。で、大乱戦になった割には、ちゃんとこうまとまりましたので、この辺まで行けば、振り飛車大好き、王様囲う皆さんも、させる形になってるかなというふうには思います。ただ、ここまでやっぱ王様を安全にするまでちょっと時間かかりますし、相手から見たことない手をバーンってやるときに、大破してしまう可能性があるから、うん。まあ、だから、ちょっと、まあ、お互い様なんですけど、完全にお勧めはできないということです。だけど、やったらどうなるかなっていうのも皆さん気になるところだと思うんで、今回やっていました。で、なんとか形になってよかったですね。はい。ちょっとプロですけど、相手がもう研究バッチリでバーンってきたらね、意外と大破しちゃうこともあるんですよね。そういう恐ろしさもね、秘めてますね。で、興味がある方は、ちょっと研究してみたらいいんじゃないかなというふうに思います。対戦してくださった方ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。